皆さん、こんにちは。それではですね、担当コンプリートコース、これ、今年の夏からじゃなくて、秋から始まるんですね。秋から始まる担当コンプリートコースについて説明をしたいと思っております。担当は、レック専任講師、ミニソン佐藤です。秋から始まって、一応、来年の担当式試験を目指すってね、これコースになるんですけども、さて、どんなコースになってるかっていうところについて説明をしたいと思ってるんですね。まず、この講座については、いくつかにちょっと分かれてるんですね。まず一つ目ですね。ちょっと見てほしいんですけども。まずここね。入門エッセンシャルってあるかと思うんですよ。で、大体全14回ある学校ですね。で、全14回やって、これについてすべてもうすでに収録してしまっております。で、今からこれ始めてすぐ、見ることができるということになっていまして、全14回あるわけです。まあ、1回大体30分で6タームで構成されてるんですね。1回ね。で、途切れ途切れ聞くこともできるっていうことになってるんで、まずこれ、全体像を掴んでもらいたいんです。もちろんね、特許、衣装、商標でずっとね、説明して回してもいいんですけども、頭多分残らないと思うんですよ。まずは、概念は一体どういうことが出てくるのか。幅ってあるではないですか。特許の幅ってこんなものだと。スタートはこうで、教えはこういうふうになるという幅がありますよね。衣装もそうだし、商標もそうだよね。幅まず知ってもらおうっていうところで、まずこれをやるわけです。で、これ、くるくる、実は、回してもらいたいんです。試験受かるかどうかって、もちろん時間ってありますよ。時間ってあるんだけど、同じ単元についていかに繰り返すかっていうのが、まずポイントになるわけですね。で、まず基本からまず解いていくということをやっていかなければいけないので、多分、まず幅を知ってもらいたいんです。で、これは、先ほど言ったように、ダブでやるものではなくって、もう収録済みなんですね。で、それについて、まず繰り返してもらって、振り上げてもらいたいと思っております。で、これはまず、ワンチャプターというか、一つ目というタームになるわけですね。で、終わったと。終わった後やるのが、次、担当コンプリートってことになります。担当コンプリートの基礎編と、あと応用編にこれ分かれてると思うんですよ。どう違うのかというところですね。これからちょっと後で説明しますけども、ちょっと違うんですね。担当基礎編のところについては、どちらかというと、担当の深みを知ってもらいたいというところです。担当の深みを知ってもらいたい。できれば、それから、派生し、論文についても解けるような知識をつけてもらいたいと思っているのが、担当基礎編っていうところですね。これ、1時間で3タームにこれ分かれてるんです。通常のコースって、3時間を2タームにこれ分けてるんですね。1.5 時間について回し、2回やるってことになってるんです。前半と後半に分けてやるんですけども、さてどうかな。できれば、3回で分けて1時間ごとに切った方が、掴みやすいと思ってるんですね。そこで、今回は、1回1時間で3タームで1回という構成にしてるんですね。で、入門基礎が2回、だいたい概要これ回しております、ね、だいたい特実とか衣装商標でこんなことになるよという概要について2回喋りますね。あと特許実用試案8回これ回します。で、次衣装商標条約調布っていうのがこの回数になってるわけです。で、一応これ終わったとしますね。終わったと、終わってはばって全部喋ったかというと、実はそうではないんですね。ここでやってる内容、例えば、入門エッセンシャル、あるいは担当コンプリートでやってる内容って、そうだな、幅がこのくらいあるならば、そこの中の論文出てくるとこなんですよ。だから大体6割ぐらいやってるんです。で、その幅と深みをやったのが、入門エッセンシャルと担当コンプリートってことになるわけです。でもそこだけで幅全部やってるわけではないんですね。担当の幅ってこんなにあるわけです。これやるためには、この応用知識編のところにおいて、担当読解について見るってことをやるわけです。で、これやることによって幅と深み、すべてできたってことになると思うんですね。まあ、できれば、なんだろうな、暗記ではなくってね、趣旨から解けるようにしてもらいたいんです。で、趣旨から解くには、まずこの担当基礎編というところで、趣旨解釈。何条何項はこれこれこうなってるんで、こう解けるんだとやってもらいたいんですね。よく担当式試験っていうのは、特に母法律の試験って、二つから解くと言われています。一つは許容性です。これは条文なんですね。何条何項に書いてあるんで、丸になる。だからそれももしね、全部やるということになると、どうでしょうかね。特許で203箇条あります。で、さらに、タヌキって言ってあるじゃないですか。これを含めると何千箇条ってこれやるわけですよ。すべて覚えてできるかというと、不可能ではないと思いますよ。不可能ではないんだけど、絶対人間でこれ忘れちゃうんです。まあ、できたら、ある最低限の条文から類推できて、パッといけるようになるならば、多分、そこからそうだな。
2000、3000の条文ってね、増えていくんです。理解するんです。類推して解けるようになると、すごく強いってことね。で、応用知識編のところについては、さらに、この入門コンプリート、入門エッセンシャル、それからタントンコンプリートの基礎編でやったところよりも広い範囲でやるんですね。もっと広く幅をやってしまう。まあ、そこで特徴的なのが、特にここですかね。応用知識編のところについては、上映が9回もあるんですよ。多分こういう講座ってないと思うんですね。上映が結構これ難しくって、回数踏まないとこれ理解できないんです。まあ、これを中心にやっていくっていうところになるんでしょうね。うまく回数今回切ったんですね。重役9回って、あと、チョフっていう下の科目があるじゃないですか。この科目って分かりがたいんですよ。なかなか。で、最後の最後にまとめてやってしまうというのがこの講座の特徴になります。で、担当コンプリートで幅を全部含めてやってしまうという講座になります。で、図式するとこんなことになるのかなと思ってるんですね。まず、ここ、ちょっと見てもらいたいんですけど、担当を受かるためには幅ってあるわけです。これ全部の幅としますよね。試験のこれ幅です。ここが。幅。で、入門エッセンシャルと担当コンプリートの基礎編というところではこの幅のこの部分をやるわけです。これすべて単論共通事項です。単論共通事項ね。青で書いたところになるのかな。青で書いたところは単論共通事項ってことになりますかね。単論共通事項。そこね、やる。で、入門エッセンシャルはこの中の上目をやるわけです。で、担当コンプリート基礎編のところについて何をやるかというと、深くやるんですね。担当の幅について深くやってしまって、ローム的な思考をつけるんです。で、さらに、応用編においては、残った幅全部やってしまうってことになりますんで、幅と深さを全てできるってことになるんですね。で、これやってしまうのが、この講座ということになります。で、この講座の一番の売りは何かというと、そうだな、一問解いて十問解けるって力をつけるということです。そうですね、さっき申し上げた通り、担当式試験って条文の暗記と長寿言います。間違っては言いません。だから全て暗記をすることは不可能に近いんですね。で、我々は何を勉強するかというと、特に法学の世界において勉強したことって、この2点から解いていたんです。一つは必要性の観点。これ条文ですね。条文。あとは許容性の観点。当然、こうなることは当たり前だという世界があるわけです。法の世界って。まあ、それ、朱子解釈から解いてるんですね。この朱子解釈から解くっていうのがあまり、通常弁理試験ってあまりやらないんですよ。これは特に小試験はやるんでしょうけどね。まあ、それができるようになると、未知の問題解けるようになるんです。あるいは、論文もそうですね。今年の試験でそういう問題出てきました。ある特許の判例を出して、遺書について当てはまるんですかと聞いたんですよ。見たこともないし、考えたこともないんです。ただし、深みをやってるならば、多分、想起できて、考えることができるんだということになります。まあ、それをぜひ、この講座で体現してもらいたいんです。法的な知識をつけるって言ったよね。知識という考え方をつけるというところでしょうか。1を解いて10を知るってことをこれ学んでもらいたいんですね。まあ、手話やっていくのはこの講座になりますんで、ぜひ、まあ、担当について受かりたい方、来てもらいたいと思ってるんですね。で、一応ね、担当試験って大体1000もあれば受かると思いますよ、今試験って。1000。1000あるならば、9月、10月ぐらい秋からやっても多分これ間に合うんですね。間に合う。で、プラスあと論文式試験って今の論文って担当にかなり近いんです。近い。担当高得点取れるならば多分そこから論文にパッといけると思うんですね。ぜひそれをやってもらいたいんです。ね。単論って一応今かなり近接してるんです。できれば今担当式試験って60点満点の39がボーダーなんですね。まあ最低点ですね。39点が6割5分です。うん。で、6割5分で受かって論文どうかというと、受からなくはないけど厳しいんですよ。できればもうちょっと上。45以上。7割5分ですかね。このくらい取ってもし担当からならば、論文って目があるんです。で、これを目指してるんです。この講座って。7割5分を取る。そうするならば、多分、そこから一月間もあるならば、多分論文ってなんとかなりますよ。昔と違って文章をうまく書くってことは要求されていません。まあ、これ旧試験ではそこだったんですね。今はそうじゃなくって、いかに読んでいかに回答を書けるかっていう点がポイントになります。あと未知の問題に対してちゃんと答えることができるかっていう点が今争点なんですね。まあ、それをつけるのがこの講座ということになります。だから、条文から結論を出すだけではなくって、未知の問題に対しても
回答できる力をつけるっていうのがこの講座のコンセプトになりますので、もしね受けたい方はぜひ、来て学んでもらいたいと思っております。お待ちしておりますので、秋から開講でありますので、ぜひ来てもらいたいと思っております。ではお待ちしております。